新港信号場は、千葉県千葉市美浜区新港にある、東日本旅客鉄道京葉線の信号場である。稲毛海岸駅と千葉港駅の間に、稲毛海岸駅から、蘇我方面へおよそ 1.5km ほど行ったところに、存在する。ここは、千葉貨物ターミナル駅跡地で、同駅の廃止後に廃線を変更、京葉線での貨物列車運行再開時に、 信号場として開設されたものである。このため、一時期は、千葉貨物ターミナル駅跡が広大な空き地となっていたが、再開発が行われた結果、ショッピングモールの三浜ニューポートリゾートや、その他の施設が開業している。上下本線各一本の間に下り対比線が一本、設けられている。この場所はちょうど高架線から地上線へ降りる場所である。ため本線には、勾配が発生しているが、 対比線のみ、転動防止のために、高架線を蘇が方まで延長して、勾配のない構造としている。長編成の貨物列車対比のために有効長も長く、基本的に貨物列車対比用の信号場として機能している。稀に臨時列車が対比することもある。この下り対比線に使用されている、高架線は、かつては上り線用として使用されていたものである。 千葉貨物ターミナル廃止後、跡地の一部を使用して、上り線を海側の地上部分に移設し、その後、元の上り線で使用していた高架線を廃線変更を加えて、折り台い線として転用した。現在下り台い線となっている、元の上り線が高架構造となっているのは、京葉線が元々貨物線として設計されており、千葉貨物ターミナル駅に到着する、 下り貨物列車が上り線を支障しないようにするために、入場分岐線と交差する部分の上り線を効果としたものである。この交差箇所をクリアするために、この部分では下り線が地上にあるのに対し、上り線のみが効果となっていたのだが、実際に入場分岐線が付接されることはなかった。千葉貨物ターミナル駅からは、上り方向への貨物列車の進行も想定されていたため、 同液生団には、効果となっている上り線に合流するための上り勾配の出発専用取付効果が作られており、この部分は現在の上り線に活用されている。ありがとうございます。